新湘南バイパスと湯河原パークウェイです。いずれも雪で路面が凍っているため通行止めとなっています。箱根の山間部を走る箱根スカイラインはタイヤチェーンなどの滑り止めが必要です。番組の途中ですが、こちらは NHK ワールド。